せーのーれラーノンとしーちゃんです今日は二人でうん大きな町のうん市長になってみようと思います市長,市長ってなんだか知ってるうん何わかんない <laughs> えっと、町を作る偉い人って言えばいいのかなねー、ロンコちゃん ここであるねこれクリエイティブだから多分好きに作っていいんだよええー。じゃあママが道路作ろうかありがとういたしまして広げるじゃな壊しちゃった違う向きが違うここ立っとちょっと <laughs> <laughs> ちょっとちょっとちょっとちょんどの向きにつけたら正解わかんないんだけど

待って待って待って、あないってあないってる絶対。じゃあしーちゃんは家作りで、ママは道路作っとくね。はいしーちゃん頑張ります。はい頑張ってください。あとさチャンネル登録と思った。よろしくお願いします。よろしくお願いします。意外と道路がしんどい。もう一人ぐらい手助けが。<laughs> <laughs> 楽なのになー。うん、<laughs> 私はね、私は紙。私が神だ。<laughs> あ、ユのドカラーメニー、ブロックエンド。ねえねえ一緒にやってくんないかなー？ね。<laughs> に入ってきた。よし作るぞ。いろんなブロックあるからいろいろ作れるよ。泣いて。普通に。あ、わかった。 えなんかガストいるんだけど。あ違うガスト違ったガストあれだったわ二2だっとは。マジこれ見てこれ。ブロックあった見てこれ。くっくっっちっちゃ、ね。ちっちゃ。低いこのいでまたか。おかしくね。いいのか。フェンスって上って。上ってとけと ラーメン。うん、ここにつければいいねえ、ここベランダえ、すごい。あ、そりゃ、普通だから、あ、違う。し、しーちゃん寝て、しーちゃん。しちゃん。寝た。おはようございます。おはようございます。はい、みんなの家が完成しました。イェー。まずは。 一軒目。ニーニーのお家から行ってみましょう。せーせーせーはい、ニーニーのお家は、きっと石の家だね。歌とかもめっちゃ作り込んでるよね。すご、トラップドアとかで棚できてんじゃんね。すごくない中入りまーす。中は、あ、ライトついて、ちゃんと、こう棚まである。 <laughs> 冷蔵庫、冷蔵庫。<laughs> で、ちゃんと食べるとこもあって、トイレだね。<laughs> トイレでもう狭いけど作り込んであるよね、ちゃんと。<laughs> トイレットペーパーもあるしね。ねトイレットペーパーもあるしね、スイッチもあるの。2回、ゴーそれ、あれじゃないきあ、ここが冷蔵庫じゃん。これキッチン。冷蔵庫。 再現度。<laughs> 再現度の高さやば。で、ちゃんと流し台とコンロとかの場所もあるし。で、奥がお風呂か。シャワールームだね。シャワールーム。シャワールームだね。いい感じ。よし、次。 次はじゃあね、どうしようかな。次はママの家から行こうか。はい、私、こちらね。作ってきました。自分の理想とするお家を目標に作ました。ただ、四角い。<laughs> はい。これ、カーポート作ったから、カーポート。可愛くないで、ちょっと上見て、上。上見てこ、上。見て、見て、ソーラーパネル。<laughs> オール電化のお家だから、やっぱり。 停電とかしたときのためにやっぱソーラーパネル必要じゃんソーラーパネル作ったよしじゃあどうぞお家に入りますはいちょっと右側ね靴棚とこっち反対側に玄関のクローゼット玄関掛けれる場所棚みたいなここ作り込んでますこれ欲しいよね夢だよね らのこれご飯ね食べるところリビングリビングリリ飛びすぎリビングキッチンよくあるあの子供が書いた貼ってる冷蔵庫わ <laughs> かるこれ電子レンジちょっとこれ分かってくれる人いるかな電子レンジそしてちょっとカウンターキッチもう母の憧れを全て詰め込んでるで家のテレビは 壁にする姿にしてみましたで次右側寝室です狭いんだよねちょっとねなんか気づいたらスイッチがねしーちゃんにつけられてるんだよちょっとまあシンプルなお部屋なんですけどベッドと壁につけてるやつしかないよく考えたら次奥はいそこ開けるとここにもスイッチついてんだ。ね <laughs> お風呂場 <laughs> お水は忘れた。<laughs> シャワーで、ここ浴槽。いや、まだ水ま、溜める前なのよ。で、ちゃんと明るめに電気もちゃんとつけてます。<laughs> ボタンも。<laughs> もう、しーちゃんがすごい私の家に勝手にボタンを置いてる。で、ここ最後、トイレ。<laughs> トイレね、ちょっと狭いんだけど、横はちょっと広めに作ったから、トイレットペーパー。ね、ちょっとボタン置きすぎ。トイレットペーパー、 じゃないやまあ置いといたりとかする棚みたいのをねここに置いたはいママのここまでかな <laughs> でここのベランベランダじゃないやここに出れてまた忘れた <laughs> はいララノンハウス、はい、続きまして隣で見えてますしーちゃんのお家へ行ってみましょうチトレートですそれ、ね、はいいいよ ここには太鼓ある。そう、右側のそのスイッチが太鼓らしいよ。太鼓の達人らしい。で、この、そう、ね、レバーを変えると。歌が流れる色だ。そうそうそう。なんだって。テレビは。これテレビ。うん、テレビね。テレビかっこいいでした。うん、いいね。<laughs> かっこいいテレビでした。二人で寝れるようにふた、二、二つベッドを置いてます。 二つベッド置いてます。ここシャワー。そこお<ー>違う。それがシャンプーで、うん、あのしそれが流す。た <laughs> シャンプー自動で出てくる。こっちは？お風呂、まだお湯入ってます。ここ, <laughs> ここ水流すと多分そのまま全部流れ出るけど。<laughs> だからチョコ取ってるから。チョコね、これ床がチョコなんだよね。うん。チョコチェリした。これ。サレ。アスレチックワールド。これ一回あの上の温泉だよね。うん、チョコレートの。<laughs> チョコレートの温泉。さあ。上にある露天風呂ですね。 うんね、この家の中も入るうん家の中はしーちゃんの部屋ですしーちゃんの部屋うん,しーちゃん 2>, 2人で寝れるようにここしたうんこれはそれね、星星見朝なのに星ように。ここはアスレチックゾーンだってしーちゃんが作ったえ、そっからじゃないどっから <laughs> うんここから 落ちてるけどね。<う> <laughs> こっからアスレになってるらしい。<う>で、一番上でゴールなんだって。そしてね。ゴール。屋上屋上でもご飯が食べれるのさあそ,<う>そういうことえ屋上にしか作ってない。あご飯食べる場所は屋上しかないんだ。<laughs> 雨の日はもうびしょ濡れね。ずぶ濡れ、びしょ濡れになるってことね。えー、そこで。 アスレックで食べるニニがねちょっともう一箇所作ったゾーンをね紹介していきます。これお店屋さんの露店だね。露店ーを作ってる。ここホットドッグ裏がピザ。ここはハンバーガーショップバーガーショップ裏はサンドイッチだね。サンドイッチこれがなんかジュースだと思うんだよね。スイカジュース。スイカジューススイカジュースなのこれもサンドイッチこれがなんか。 なんとかサンドクッキーみたいな。コーヒー。コーヒーショップだって。えー、ママが作った。<laughs> 第三駐車場まで作っといた。<laughs> はい。こんな感じでニーニーのもう一箇所だね。で、最後。最後、ねーねの場所。ちなみに、えっと、総制作二日かかってます。<laughs> はい。ねーねだけ総制作二日かかってます。 入ってみよう。う呼び輪 <laughs> ブル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 ブ<ー> <laughs> 靴が震えてるけど。なんだろうね、これ、ね。靴震えてる。震える靴の玄関。<え>やばー。何この作り込み。食事ができる。食事ができるとこあいいね。いい景色を見ながら。で、こっちはあ別なのね、ちゃんと。ダイニングとリビングが別になってる。 うん、ソファちゃんとねなんかクッションクッションまで置きながらね作り込みとかやばくないかなお <laughs> トイレ飛びすぎ飛びすぎ <laughs> えー、トイレも広いなんか今まで狭いトイレしかなかったの、ね、にトイレも広いんだけどはいトイレからの階段2階 2> 寝室みたいな でかくねベッド <laughs> ベッドでかいんだけどダブルキングブダブルキング <laughs> 椅子なんか椅子とかもさ簡単な感じじゃないのよちょっとロフトみたいな感じになってんだねここああなるほどね吹き抜けあってねあお風呂だそれはあ洗濯機洗濯機は作ったの やば、洗濯機。しかもドラムかな <laughs> そこが開くってことはドラムかなです、ね、姿見もあって、シャワーのとこもあって、お風呂。お風呂ちょっと、あれだよ。お風呂でもちっちゃいんじゃない <laughs> <laughs> お風呂なんかずいぶんこじんまりとしたんじゃないおしゃれな感じだけど。仕切りもね、ちゃんとあってね。おぉ。めっちゃ作り込んでる。ここに車がある、車が。やばくないうん。 車。車、え、車も乗れんの。やば。あ、トロッコを使ったのね。いや、動かないです。<laughs> 動かないけど、車。よし、車。はい、これがねーねーのお家でした。夜になっちゃった。<laughs> でしたー。自分たちの家を作って、終わった。 しかもこの多分マップって金のサイズがすごいちっちゃくてこのサイズの人たちのお家を作っていかなきゃいけなかったんだと思うんだけどまあ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 でかいよね <laughs> 全体的に無視で作ったんだよ、ね、そうそう関係なくねこのサイズ無視しても作ったからなかなかなもうなんか巨人の家みたいについちゃったみたいな感じまあ誰よりもでかいなしーちゃんちかな。ということでね今回ね はじめ、シーちゃんとララノンで始めたんですニ人にも参加して、4人でね、まずは自分の家を作ってみようってことで、この街に自分の家を建ててみました。今回、ララノン、シーちゃん、ネネーー、ニ人ーー作ったんですけど、どの家が良かったなーって思った方、ぜひ、ぜひコメント欄よりコメントください。コメントください。さい <laughs> どうしても言いたかったんだって。 でしょでこの巨人の町いいなと思った方はぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますということで,で今回の動画はみんなで視聴、えー、になってみたい。パチパチパチそれでは 次の動画でお会いいたしましょうししバイバーイ